皆様、お待たせいたしました。今週も、始めていきたいと思います。まずもね、もうガツッと、タイトルをいきたいと思います。てんちゃんのガチで一人で行かせろ、始まりましたよ。2017年、今年最後の天ガチでございます。皆様最後まで、お付き合いよろしくお願いします。ということで、我が輩はですね、今、東京都府中市におります。東京都府中市にあります日吉神社、こちらの神社でお参りしてですね、今年最後に、心霊スポットに行くためにですね、お参りをして、で後半、有料部分の後半で、ね、心霊スポットに行きたいと思います。今回も我が輩を連れてきてくれたのはこちらのガチサイクロンでございます。ということでね、今年もちゃっちゃと行きたいと思います。まずここなんですけど、もう真っ暗ですね。入り口はどこでしょうか。こっちかな。なんといってもね、この、今我が輩ロケやっている日にちなんでございますけども、まあね、これを今見ている、方にはもうね、本当に全く関係ないかと思われますが、実は我が輩今ロケ中、これクリスマスなんでございますね。メリークリスマスでございますよ。ただ今行っても全然意味がないというね。あ、はい、多分これ正面から入ったわけではないです。正面はこっちですね。はい、日吉神社でございます。ちょっととりあえずね、鳥居をくぐりたいので、もう上がってきてしまったんですけど、あ、にゃんこがいますね。ガチニャですね。ちょっとこっちにも入り口があるんですね、正面のね。あ、ここから、これがあの正しい登り方ですね。うわ、あ、なんだ、でっかい、これ御神木でしょうか。すごいでっかい木があります。そしてここが日吉神社でございます。はい、ここは何ですかね。あの、いつもいろいろ神社行かせてもらってますけども、もういきなりここで空気が違うというね。あの寒い冬の寒さでもない、あの神社独特の、あのこう独特の空気ですね。すごく緊張する感じです。ただね、これお参りするにもお賽銭箱がないですね。ああ、まあ、あ、時はクリスマスですが、やっぱりね、こうやってね、ピーポーピーポーと、物騒なね音が鳴る始末でございますよ。クリスマスはいつもハッピーでいてほしいでございますな。失礼します。ここが、本殿になるんでしょうか。ただね、閉まっちゃってて、もうお賽銭を入れるところが特にないんですよね。でもやっぱりね、あの心霊スポットに行くわけですから、無事に、今回も今年も無事にね、今回もというか、もう今年、2017年の全ての、天ガチのロケが、今日でね、済むということなので、無事にロケが終わりますようにということでお参りしたいと思います。失礼します。もちろん天狗マンと申します。よろしくお願いします。ちょっと置かせていただきましょう。失礼します。失礼します。失礼します。ダメだな。ここじゃどこか置ける場所があるといいんですけど、そうだな、
で、いや、ここは怖いな。ここは怖いですよ。しょうがないんで、カメラを持ちながらちょっとやらせていただきます。ちょっと手を叩きたいので、ね、ちょっとこういう感じでね、こういう感じ、ちょっとすいませんでした。すいません、下からでちょっと置くところがなくてありがとうございました。まあこれはね、揺れているのはこれ風だと思うんですけども、ありがとうございました。ここの日吉神社はですね、特に何かいろいろあるわけではなさそうですが、空気がね入った時に本当にもう鳥居をくぐる前にもうすごい空気を感じましたね。横はこういう感じですね。何ですかねこの感じは。まあここでね、我が輩がそういう風に言ったところで分かるのは我が輩だけですから、まあ言ったところでしょうがないんでございますけども、一応ねそういう風に感想言っておかないと。でね、この御神木ではないのかな、祀られてるわけではないんですけども、すごく立派な木があります。ちょっと一応触れておきましょう。ああでもなんかすごくなんかパワーはやっぱ感じますよね。 ものすごい大きな木だけに、やはり、まあ、今年すごくいろんなね御神木とか神社を紹介してきましたけども、もちろん来年もねどんどん、皆様にいろいろな場所をね、レポートできればと思ってます。まあ、こういう感じですね。大きな木がすごくやっぱり周りにはたくさん生えてますね。なんだろうな、ここに来るとすごく空気が変わるんですよ。普通の冬の寒さというか。で、ね、ここ一歩入ると全然違うんですよね。やっぱり神聖な場所ですからね。怖いとかそういうわけではなく、なんて言うんだろう、空気が変わる。とにかくそれは分かりますね。ありがとうございました。まあこの府中というね場所はいろいろありましてですね、ありがとうございました。まあ基地があるんですよね、府中の、軍のね基地があったりとか、あと米軍のね、基地跡があったりとか、まあ、米軍のそこの府中の米軍基地跡はですね、心霊スポットでもすごく有名な場所で、皆さんも知ってるんじゃないかなと、知ってる方も多いんじゃないかなと思います。だから前もね、武蔵野の森公園という場所でゼロ線があるところ、あそこも府中になるのかな。はい、はい、今年最後の、
神社ね、前半戦の神社のお参りが終わりました。これから後半戦に向けてね、まあ短いですけども、まあ、我が家の天下町ね、前半戦どれだけ長いかとか、短いかとかそういうのは関係ないんで、とにかくお参りするというのを皆様に見せてから、後半戦に行きたいということなのでね。はい。それで有料課金をしても見てもらう後半なんですけども、我が輩が今回行くところというのはですね、同じく東京都府中市にあります、その、アメリカ軍の米軍基地跡っていうところがあるんですけども、そこは中に入れないんですよ。前に我が輩見に行ったこともあるんですけども、そこの横にある、府中の森、府中の森公園というね、公園が、大きな公園があります。そこの、中にある池があるそうなんですよ。2つ池があるそうなんですけど、池自体は何個かあるんですけども、まあ、場所自体を確認してますので、公園内にあるロータリーの横にある2つの池、そこにですね、亡くなった、米軍の霊が、米軍兵の霊が出ると、いうのはもう、これ我が輩ちっちゃい頃から実はすごく有名な話でありました。それでそこも心霊スポットになっております。それは巷で有名なっていう、そういうところもあるかもしれないんですけども、有名な心霊スポットではないかもしれないけども、間違いなくね、もう横が米軍基地ですから、元ね米軍基地跡ですから、まあ当然かなと我が輩思ったりもします。そこにね、今回行かせてもらって、それで今年のね2017年の天ちゃんのガチ一人で行かせろをとりあえず締めさせてもらいたいなと我が輩自体は思っております。はい、という感じで、前半戦ちょっと短いですけどもね、こんな感じで後半行きたいと思います。後半は府中の森公園でございます。ここから先は有料でございます。後半もお待ちしております。